はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やっすーでございます。白血病、闘病生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、僕みたいな血病がになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、皆さんの中ではね、きっとね、知ってはる方がいてると思うんですけども、僕は最近まで知らなかったんですよ。でそれを初めて見続けた時にですね、なんやこれはっていう風に衝撃が走りましてですね、それがね、ちょっとね、今からお見せしたいものなんですけども、ちょっとここにあるんですけどね、あのね、これはね、すごい同じ形をしたものの集合体でできてあるものなんですよ。なのでこの、なんていうんですかね、集合体恐怖症みたいなあるじゃないですか。同じような形がしたやつがブワーってこう並んでるようなやつを見るのが怖い人とかがもしいてましたら、今日はちょっとここでこの動画を止めてください。でそんなね、悪いもんじゃないんですよ。食べ物です。食べ物ね、知ってはる方はね、いてると思いますし、テレビとかでよく見かけるものだと思うんです。でも年中通して見かけることはないかなって思うんですよ。まあでも今の時代だからね、まあ年中見かけるかもしれないんですけども、僕は初めて最近見て、なんじゃこりゃってなって、思わずこう奥さんに画像を見せて、ちょっとこれ買ってきてくれっつって買ってきてもらいました。だから売り物なんですよ。売り物ね、ちょっと見せますね。緑色のものです。ちょっとこっから出ますんでね、一瞬チラッと見せます。チラッチラッチラッ、もう分かった人がいてると思いますけど、じゃあいきますね。それがこちらです。分かります？知ってるかな。知ってるでしょうね、皆さんね。これ僕の動画見てくれてる方々っていうのは大体女性の方で、ね、ご自身で料理されてる方なんかもほとんどだと思うんで、使ったことあると思いますけども、これね、ロマネスコって言います。うん、置きます。重たいんで、重たく、そこまで重たくないんですけどね。そのまあいろいろ調べたんですよ、僕もね。ロマネスコは、サンゴのように粒々が集まって作られる面白い見た目の野菜です。野菜です。ヨーロッパが発祥で、ブロッコリーやカリフラワーと同じように、辛い、花のね、つぼみとか言って辛いですね、のところを味わって楽しみます。きっとね、もうこの部分でしょうね。シャキシャキコリコリとして歯ごたえがよく、炒め物やパスタ、スープの具材にと、幅広いレシピに活用して楽しめますよ。今回は含まれている栄養やカリフラワーとの違い、カリフラワーとの違い、食べ方など、ロマネスコとはどんな野菜なのかについてご紹介しますって書いてあります。カリフラワーなんですかね。僕はブロッコリーの仲間やと思ったんですけどね。でもこれね、読み進めていったら、あ、歴史書いてありますわ。ロマネスコはブロッコリーとカリフラワーを掛け合わせて作られたカリフラワーの変種。カリフラワーの変種、ブロッコリーとカリフラワーの変種、掛け合わせて作られたので、兄弟、ブロッコリーや、カリフラワーの起源だとする説もあり、誕生の経緯ははっきりとしていません。してへんのんかい。あ、これね、栄養もね、ちゃんと書いてありますね。カリフラワーの品種でビタミン類を多く含んでいます。特にビタミン C の、共有量は、野菜の中でもトップクラスで、トップクラスなんやすげー。レモン果汁 100mg と同じぐらい含まれています。ビタミン C はコラーゲンを合成するために必要な栄養素で、肌の調子を整え、シミそばかすの元となるメラニンの合成を抑える働きが期待できます。お、そしたら僕のこのシミ、でも消えへんけど、シミは消えないけど、これの元になるメラニンの合成を抑えることができるってことは、これ以上ね、シミが増えへんのかなっていう風な気がします。そういうことですよね。で他にも血液の元となる鉄分や腸内の調子を整えて便通を改善してくれる食物繊維をたくさん含み、女性にとって嬉しい栄養満点の野菜なんですよ。ロマネスコとブロッコリーやカリフラワーとの違い、違いとか書いてますけどね。でも要は、あ、え、
カリフラワーが白、ブロッコリーは濃い緑なのに対して中間のライトグリーンです。確かにな。味はブロッコリーに近く、食感はカリフラワーのようにコリコリしており、すべてがブロッコリーやカリフラワーの中間の存在となっています。すごい。すごいですね。だからカリフラワーとブロッコリーの真ん中の食感で、カリフラワーとブロッコリーの真ん中の味ですよね。ほなブロッコリーでええやないかいとかね、カリフラワーでええやないかいってなるかもしれないんですけど、これ見つけたらもうこれ食べたいでしょう。見た目はグロいんかなって思いますけど、カリフラワーのように歯ごたえはそこまで歯ごたえ求めてへんねんけどなって感じなんですけども、今からこれを食べます。はい、改めましてお待たせしました。こちらでねございます、ロマネスコ。これをね今から、全部は食べれないんで、まあほんまに食べる分だけ切って切ってってして洗ってね、まずは蒸し器で蒸して、食べてみて、いつものようにその後は牛乳と混ぜて、野菜スムージーにしていきます。今日はねそのロマネスコ単品でだけでいきますんでね、じゃあやっていきます。やり方はですね、周りについてる葉っぱを全て切り落とす。中心の太い茎の周りにぐるりと包丁を入れて芯をくり抜く。ちょっとなんかわからんな。とりあえずブロッコリーを食べる時のやり方でやっていきましょう。ね、ブロッコリーとカリフラワーのね、真ん中なんでね。やっていきます。ほら、食べる分だけ切って洗えばいいわけでしょ。要は。でも葉っぱが邪魔から取ると。じゃあ。ブロッコリーってこんな葉っぱついてないですよね。これなんでこんなついてんやろ。見た目だけですかね。これだけ持ったらね、すごいですね。小枝ちゃんの家みたいですね。小枝ちゃんの家ね、見て、ね、このチャンネル見てくれてる方だったら小枝ちゃん知ってると思うんで、一応言っときました、小枝ちゃんね。ここだけプスプスってこう切っていこう。ほら、見た目一応ね、こんなもんでいいか。置いておいて、こう置いときましょう。こいつを洗います。じゃあアングルを変えまして、茎を切っていきますね。えいえい、食べれるんかな茎。まだ残ってるんでね、こっちにね。調べて食べれるようやったら、それか誰かコメントで教えてくれたら、次回からは茎も食べてみます。うちの家は茎はブロッコリーはそんなに残してないんで。えい、こんだけ出来上がりました。なんか見た目可愛いですね、ほんまにね。一個一個がちっちゃいブロッコリーちゃう、何、ロマネスコの集合体で大きいロマネスコになっちゃったよみたいな感じですけども。よし、じゃあこれを蒸し器に入れていきます。最近仕入れた100均の蒸し器なんですけども、これをこの中に入れて入れて、入れて、このまま水で洗います。洗いますじゃない、洗ったし。このまま、水を入れます。はい、できました。2回チンしましたからね、火通ってるでしょう。おー、いい匂い、めっちゃいい匂いする。うん、ブロッコリーと何ら変われへんけど、とりあえずこれをね、このままじゃ僕食べられへんから冷まします。このままちょっとね、冷ましていきますわ。いい色ですよ。見えるかな。
あんま変われへんかな。いやでも変わるな。ちょっとなんか色が鮮やかになったというかね。可愛いですね。綺麗ですね。ちょっと冷まします。はい。5分ほど経ちました。あ、もうね、熱くなくなってます。じゃ早速食べてみたいと思います。このままいきますよ、このまま。ちょっとちっちゃいやつからね、いきますね。この可愛いやつ、見えるかな？可愛いですね、こいつね。いただきます。買った。あ、うまい。匂いは、香りはすごい。あの風味っていうんですか、そういうのはね、ブロッコリーとカリフラワーと変わらへんかな、まあ、中間ですからね。うん、変わらんかなと思います。いけるなこれ。うん、全然いける。ビタミン C も豊富やしね、鉄分も取れるし、いいじゃないですか。最高、最高っすか。うまい。茹でてるから歯ごたえはまあまあブロッコリーよりあるけど美味しい。美味しかったらね、笑ってまいりますね。なんかね、すごい嬉しいなって感じですわ。この蒸し汁も栄養がたっぷりだと思うんで、うん、これは別にやな。でもこっちはすごい美味しいですよ。もう一個食べよう。これはいける。見た目がね、尖ってるから。うちの次男がね、あのブロッコリーが好きなんですよ。でアヒージョに入れて作ったやつでもブロッコリー食べよるんですよ。長男は全然食べないんですけどね、まあ、最近弁当に入れてあげたりしたら無理やり食べて、まあ、マヨネーズふんだんにかけてね食べて、お弁当箱は空っぽにして帰ってきてあるんですけどもね。これはでも見た目が尖ってるし食べへんやろうなと思いますね、2人ともね。でもすごい、これは今まで食べたブロッコリーよりも味が濃厚、濃縮なのかして、すごい美味しいですね。じゃあこれを今度はいつもの例のやり方で調理していきたいと思います。こいつで、牛乳で、このね、水もね、利用しますよ、ちゃんとね。これを、食べよう。これはいい。すごい美味しい。ほんまに。で、これに牛乳を入れます。入れましたよ。これもいらない。よし、ここで。じゃん。ブラウンのブレンダー。あのね、前回ね、あの料理動画の時にこのブラウンのブレンダーをね、初めて出したんですけども、綴りが間違ってみたいですね。ブラウンのブレンダーってね、字幕出したんですけども、あのブラウンって茶色のブラウンにブレンダーって書いて、だから茶色のブレンダーになってしまったんですよ。 BRAUN のブラウンでございます。茶色ではございません。ブラウンのブレンダーを使って今から、ペースト状にしていきます。じゃあいきます。こっち緑ですね。上からは真っ白で見えない。だからコップに移します。コップに移します。お、なんか見た目すごい抹茶オーレみたいな感じですね。わかるかな、このほのかに緑な感じね。いいですね。じゃあいただきます。うん、この粒々すぎて、粒が、じゃあ粒々すぎてじゃない、粒々が小さすぎて、すりつぶされてないですね。だから口触りはあの粒々がすごいあります。うん、でも悪くはない、悪くないけど、これやったら別に単品で食べた方が
僕は好きかなって感じですね。でも全然悪くないですよ。うん、繊維が余ってもった。よし、ごちそうさまでした。いやー美味しかった。うん、こいつね結構いけてますね。結構いけてますね。これですね、今の時期しかないというか、この春の時期に取れるやつって聞きました。だから年中ね通して見ることがなかったんかなと思いますけども、まあ、今の時代からね探しはどっかに売ってると思いますけども、ネットとかでもね買えるやと思いますし、うん、これはまた明日も明後日もずっとね長くなるまで野菜スムージーとして食べます。これはいいなぁ。いやでもな、普通に茹でておやつ代わりに食べようかなと感じですね。はい、ビタミン C と鉄分が豊富なのでね、まあ、他の野菜とね入れてもね良さそうですね。まあ、本来ねそうやって食べるもんなんでね、単品ではなかなか食べないものやと思いますんで、まあそれ人それぞれなんでね、体のためにこういうのを食べていきます。今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。